おはようございます、パラレルです。さあ今日は、グラビアアイドルの中根なのかさんのファーストトレーディングカードを開けたいと思います。1ボックスに6パック入ってますね。で6600円ですね。はい、では行ってみましょう。初めての、多分ね、 YouTube 上このボックスを開けてる人を見かけなかったので初ですかね、僕がね。はい、アンケートはがきがありますね。で、バインダーの応募券もう切れてますね、3月でしたからね。はい、で1パックに12枚入ってますね、カードが。それでは行ってみましょう。まずは狙いなんですが、やはりね、ピンスポ水着が欲しいですね。で他にもね、サインカードだったりキスカードが入ってますね。あとここら辺はね、すごいレアなんでちょっと出にくいかと思いますね。それでは1パック目、おお、こんな感じなんだ。はい、裏面こんな感じ、パズルですかね、この辺はね。はい、うん、このね、水着、この色の水着映えますよね、すごくね。はい、はい、1パックが終わりました。2パック目、本人も開けてるんでしょうかね。カード確かもらえるって聞いたことがね、会社からもらえるって聞いたことありますけどね。あ、やっぱこの水着いいな、胸が大きいですね。はい、2パックが終わりました。で3パック目ですね。こっちから行くかな。よいしょ、うん、お、なんかレアカードありますね。はい、では行ってみましょう。レアカードは、お、これピンスポビキニですね。74-24 A ですね。 A だから上の方、24番、あ、この辺ですかね。はい、なるほど。黄色のこの表紙の水着が当たりましたね。では次行ってみましょう。はい、ん、なんか出てきたぞ。サインかな、見えますかね。星が2つありますよね。サインですかね。せーの。いや、キスマークの可能性もあるのか。それ、あ、キスマーク出てきました。これはすごい。嬉しい。はい。キスマークカード出ましたね。すごいすごい。だいたいね、もう水着が出たら生写真が出て終わりって感じがあったと思うんですけど、キスが出てきましたね。ボックスでレギュラー全種は揃わないんですよね。2ボックス買ってどうだって感じですかね。2ボックス買ってもなかなかコンプはできないんですよね。はい、うん、はい、最後です。はい、最後は12番でしたね。はい、ということで、このね、
生キスとピンスポビキニが当たりでしたね。これはいいセットですよね。生写真が出ずに終わりましたね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録していただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。